はい、どうも、こんにちは。今回でまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず3章が始まって、ちょっとなんかパパと話して、パパっていうか、まあ、警部と話して、で、その後、今度はアーサー自身が、今回の章の肝となる、誰だっけ、名前。名前誰だっけ、あいつ。なんか緑髪のやつ。母さんの仇の、今、なんていうの、尾行じゃないけど、とりあえず調査してるというところです。俺自身も結構時間空いてるから、あんまりまとめられなかったけど、やっていこうか。テメス川には様々なものが流れ込んでいる。各家庭や工場からの排水、誰かの落とし物や小銭、それから身元不明の遺体なども。遺体も？スカベンジャーはテムズ川の浅瀬、泥の中へ入り、金属片や金品など、使えそうなものをさらっていく。仕事というより一時の金稼ぎといった方が近い。場合によっては一攫千金ではあるが、なんだこれ。あんなに浸かり、釘などで負傷して感染症にかかる者や、川に流されて溺死する者もいる。危険な仕事であった。感染症はすげえわかるし、いや、これはやっぱ危険だなって思うんだけど、川に流されてってそんな激しいの？まあ仕事の危険性の話をするなら、探偵ってのもなかなか難儀なものだけどな。確かに。汚泥の匂いや傷おので侵か。害や、そっか、そうだな。排水管からの毒ガスに悩まされることはまずないけどな。まあ、健康的にはしかね。し、どうした？奴が真面目に働いてるのがそんなにおかしいか？お。犯罪組織の指示で動くなら、物乞いや浮浪者を装った方が何かと便利だ。下手をすれば命に関わるような仕事になぜ？犯罪組織の指示を受けるという話がデマなのか？いやー、やっぱ二重人格じゃねえの、あいつも。大体そうじゃん。なんか二重人格使いがちじゃん。第一章の時も言ったけどさ、主人公が二重人格だったら敵も二重人格みたいなとこあるじゃまあそのあたりは考え方によるな。ん。うん。例えばテムズ川に沈んでる都合の悪いものを回収するのが目的かもしれねえ。あー、確かに。始末したやつの死体を川底に沈めておいて、別口でおー。用意したやつにドブさらいをさせて処理させる。小悪党が思いつきそうな手口だ。やるね。確かに今結論を出すのは早急だな。それにエドガーの資料によれば、はい。あいつは昔からこういうことやってたみてえじゃねえか。セロでもお金に困ってた可能性もあるけどな、シンプルに。ドブさらい、下水道掃除にネズミ捕り、最底辺って感じだが、実際家族揃ってかなり困窮してたみたいだな。まあ、でしょう。親兄弟はいたが、貧乏暮らしの果てにみんな死んじまってるんだったが。ええー、そんなに？そんなレベル？ そんなレベルかよ。お前もよく生きてんな、緑髪、逆にじだゃが、あいつは生き残った。あ。うん。そして、母さんを。綺麗に逆説したな、おおい。いおい、おい。市場は禁物じゃなかったのか？そうだぜ。そうだ、今は考えないでおこう。まあでも難しいよな。でも自分のね、やっぱ母を殺した人が目の前にいるってすごやい、まれやれ、先が思いやられるぜ。あ まあ我々そういう状況に当たることはね、まあほぼないと思うけど、もう俺も気持ちは正直わかんないけど、まあそりゃあね、冷静はいられないよな。素行調査の開始から1週間が過ぎた。素行自体は特に問題もなく、ジェームズは真面目に更生を目指している元受刑者であるように思われた。ジェームズか。そっか。ジェームズは何も知らない人間から見れば、真面目に働く青年としか映らないだろう。元犯罪者、それも強盗殺人犯であるという事実からは想像もできないほど彼は仕事に打ち込んでいたからだった。で、どうだよ、ジェームズ。仕事にはもう慣れたか？あ、本当は俺も前回言ったけど、ちゃんとニックって名前ついてるよ、こいつに。前出会った時は違かったもんね。はい、すみません、ニックさん。僕なんかを拾ってもらって。もっとはっきり喋れよ、お前。おい、太い声で喋れ、太い声で。おい。いいんだよ、気にすんな。こんな仕事でよけりゃいくらでも紹介してやるよ。ニックさん、いいやつイメージを。ニックさんの素性も知るべきだよな、こうなると。怪しいよな。それよりよ、今日はそこそこ金が入ったし、パーッと酒でも飲みに行こうぜ。わかんねえな。普通にいいやつの可能性もあるな。普通にいいやつな可能性あるぞ。でも
明日の見入りも分かりませんし、残しておいた方が。まあ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 、その考えも分かるよ。細けこと気にすんなって。あ、とにかく楽しもうぜ。やばお前顔にやっぱ顔合ってるばっかり。顔がやっぱジャンプの主人公だもんな。やっぱジャンプの主人公だもん顔が、まあ、やっぱこういう、はい、やっぱ楽しもうぜなんだな、ね、やっぱこういう顔してるやつは。そこには問題なし、うん、怪しい人物との接触もなし、うん、強いて言えば周囲に流され気味なのが気にはなるが、犯罪に誘われてるわけでもないし。まあまあ弱々しい感じはあるよね。ジェームズは更生できるのかもしれない。更生はできないだろう。決断早いって。だからアーサーまだ決断早くないですか。更生はできないだろう。できるのかもしれない、かもしれない。もしかしたら奴は構成できるのかもしれない。まあ、かもしれないだよ。てか多分二重人格だと思うけどな。グリーンメイスンが実在してるかはともかく、うん、あいつを犯罪に導こうとする者がいなければまともに暮らすことは可能なんじゃないか。まあそう、単純にね、ああいう性格だとしたらすごい上からね無理やりやらされたって可能性もなくはないからな。だけどあいつは母さんの敵だ出た逆説。そんな奴を許すことなんてできない。だがだけどっていうおいおい、すぐ帰ってくるもんな。事情が入りすぎてねえか、うん、もう少し客観的に観察しろよ、うん、探偵としちゃ落第点だぜ。そうだ、冷静さが必要なんで。そういうやっぱ人と関わる仕事っていうのは、感情的になっていることをジャックに指摘されるのももう何度目だろうか。まるでジャックにおもりでもされてるかのような状況にアーサーははがみしていた。しかし反論するだけの資格がないことは彼も自覚していた。そのためには今までの無様な印象を覆すだけの覚悟を示す必要がある。僕はまた来たなまた来たな、また来たぞ。なんか急に選択の仕事を思い出したじゃん、ゲーム側が。あ、そういえば、あ、選択させないとって急に思い出してるもんな。まあでも、まあこれは分かりやすいよね。これが多分絶対上が青だし下が赤なんだけど、まあでもここの権利に関しては、ここの選択に関しては正直こっちだと思う。はっきり言って復讐の権利があるってのはおかしいよ、いくらなんでも。やっぱこの2つを比べた時にどっちがアーサーとしてあるべき姿かって言われたらやっぱこっちでしょ。復讐したいという気持ちは残ってる、うん、それは事実だ。そうだけど僕は探偵だ。そうだから僕はあいつに復讐しない探偵として仕事をするだけだ。なんか小学生みたいな、怒られた小学生みたいな、なんかイメージ受けたわ今。僕はあいつに復讐しない、だから僕はあいつに復讐しない、僕は探偵だからお前よ、分かってるんならもっとちゃんとしろよ。そうだ、半端すぎんだよ。そうだ、今のお前はよ、もう顔がたるんでるわお前。おい、あくまでも探偵として仕事をする、そんなアーサーの決意もジャックからすれば未熟に思えるものだった。おいジェームズ、んちょっとつらかせ。お、ゴロつき。お、なんだ。ジャックと話し込んでいたアーサーは思考に突如割り込んできた凄みのある声に思わず顔を上げる。顔を下げてたんかい逆に顔を下げてたんかいお前。視線先ではちょうど仕事終わりのジェームズを風体の良くない男たちが囲み、人気のない路地裏へ連行していくところであった。さっきのやつはニックは？どうやら連れたみてえだな、うん、グリーンメイスンかどうかは知らねえが、少なくともまともな連中じゃねえな。そうだな、そうみたいだ。行こうぜ。また来た、また路地裏。路地裏の汎用性高すぎるわ同じカット使うな結構。風体の良くない男たちにジェームズが連行されたのは、人通りの少ない塀に囲まれた路地だった。路地の壁際には材木や木箱がうず高く積まれ、ただでさえ狭い路地にさらなる圧迫感を与えている。そんなに狭いか。結構広いぞこの絵だけ見ると。結構広いぞ。ジェームズは路地の壁を背に、男たち3人に囲まれ逃げ道を塞がれる格好になっていた。怖いな、いじめられてんな。
アーサーは路地の角から様子を伺おうと見つかると判断し、塀の外に置かれていた木箱を足場によじ登り、箱を遮蔽物としてしながら様子を覗く。てめえどういうつもりだ、なんで指示に従わねえ。また同じやつら来たなんて。待てよ、今俺気づいてしまった。みんな見てくれ、みんなグリーンが入ってる。ゴロつきにみんなグリーンが入ってんだけど、これまさか、まさかメイスンじゃない、これ。みんなグリーン入ってるもんな。左からねえ、なんていうの、スカーフねえ、で真ん中はジャケットで、中はシャツだもんな。ジェームズを恫喝する男の口からはアーサーが予想していなかった言葉が飛び出してきた。指示に従ってない、どういうことだ。お、やっぱでもジェームズが一番グリーンだもんな。染まってるよな。男に相対するジェームズはしばらく無言でうつむきだっけ。これわかんないわ。言われるがままにしていたが、やがて決意したかのように頭を上げた。僕はもうお前たちには従わない。おう、今何と言った。言ってやれよ。僕はもうお前たちの指示には従わない。ここで真っ当に生きて今までのことを償うんだ。かわいい。声かわいいな。真っ当に生きて償いたいだと。あ、ピキッと来てる。ジェームズの発した言葉は公正の決意であった。客観的に見れば出所者の鏡と言うべき姿勢のはずだが、アーサーはその言葉を素直に受け入れることはできなかった。勝手なことを、お前は今まで何をしてきた。誰を殺したと思ってるんだ。せっかく臭い飯を食ってたてめえを出してやったのに、バカなことをしたな。やっぱメイスンか。逆らうって言うんなら仕方がねえ。ちょっと素潜りに挑戦してもらおうか。テムズ川に浸かるのはもう慣れてんだろう。やべ、殺されるぞ。おい、コンクリで固められるぞ。あーさ、ボケっとすんなよ。このままだとジェームズの野郎はテムズでサルベージされる側になっちまうぜ。さすがに見過ごすわけにはいかないな。お、助けに来んの。ついにご対面すんの。奴を助けるのか。いいんだな。僕は殺し屋じゃないからな。よく言うぜ。もうこっち側の住人だろうに。まあ実際自分手でやってますからね。どうしても、今その時じゃない。アーサーは身を隠していた木箱から立ち上がると、目元に揃う男たちへ口を切った。そこまでだ。お、そこまでだ。え、なんだてめえは。お前らから名乗れ。名乗るほどのものじゃない。突然姿を現したアーサーに男たちは同様の色を隠せない様子であった。平静を装っているものの、頭上を取られていることもあってか、脅しの声にも凄みが足りなかった。対するアーサーは自身が考えていたよりも冷静に男たちを観察することができていた。まあグリーンが入ってるよ。グリーンが入ってる。こいつらがグリーンメイソン。いやでもグリーン入ってるもん。グリーン入ってるからありえるぞ。ジェームズを取り囲む男たちは確かに風体は悪いが、ロンドンではよく見かける貧困層の集団であるように思われた。どうしたよ、グリーンメイソンとかいうやつらが警官みたいにバッジつけてたり、マフィアみたいにタトゥー入れてたりするとでも思ったのか。まあでも印象そんな感じだけどな。でもなんかねえ、組織ってなんか何かしらやっぱ統一感出したいからさ。はっ、それがグリーンなのか。それがグリーンかもしんないけど。そこまでは思ってなかったけど、これじゃあまるで一般市民を相手にしてるみたいだ。あんまりでも本当主張はないよね。だとしてもどうするんだ、人数としては圧倒的にこっちが不利だぜ。ジェームズもいるから。グリーンメイスの捕獲を優先する。ジェームズの保護を優先する。え、あ、これゲームオーバーなりそう。これゲームオーバーなりそうだな。いや、こっちじゃないだって。これ数的に不利ってことは戦うなってことでしょ。基本的にまずは戦うなってことだからこっちでしょ。ジェームズの保護を優先するべきだ。そうこの人数を相手にすることはできない。それ言ってほしかった。よしよし、はいはい、ありがとうございます。状況判断はできてるな。ありがとうございます。さあ、あの小僧を回収してズラカルとしようぜ。はい。ジェームズの仲間か。一人で俺たちをどうにかできると思ってんのか。
まあでもみんな2人ともあれじゃん、ご老体だよ。2人とも結構おじさんだから、まあできるさ。ん、アーサーは壁脇に積まれていた木箱を男たちに向かって蹴り落とした。あ、通行止め。これから落ちた木箱は直撃こそしなかったものの、男たちをひるませるのには十分だった。ジェームズ、こっちだ。うん、手を伸ばせ。お、アーサーはジェームズに手を差し伸べる。路地の塀は足場もなしに登れるほど低くはないが、アーサーの手を掴めば届かなくもない。はい、掴め。ジェームズはアーサーの手を取ると引き上げられるようにして塀の上へ登った。クソ、待ちやがれ。待たねえよ。しかし男たちがジェームズを追って塀を登る手段はなかった。積まれていた木箱も先ほどアーサーに蹴り倒されている。男たちが二人を追うには木箱を積み直すしかない。その間に距離を取ることがアーサーの魂胆であった。ああ出た、いつもの道じゃん。アーサーはジェームズを連れてわざと人目につく市街地へと走っていった。いかにグリーン・メイソンといえど人前で犯行に及ぶわけにはいかないだろう。アーサーはそう考えていた。ある程度距離を取り、やがて男たちを完全に振り切ったことを確認したアーサーは走る足を止めて一息つく。あの、助けてくれてありがとうございます。いえいえ、口座に振り込んでください。口座に振り込んでおいてください。母の仇であるジェームズを成り行きとはいえ助けることになったその心境は決して穏やかではなかった。もちろんここでジェームズを害したり彼を糾弾するつもりはない。しかし完全に気持ちを抑えることはできなかった。礼なんかいらない。うん、とにかく警察に行くぞ。さっきの件について警部に話を通さないとな。ああ、あいつじゃん、ジェームズ連行じゃん。アーサーは乱暴に言い放つとジェームズをエドガーの元に連れていくためロンドン市警と足を向けた。あ、ついてきてくれんの。え、めっちゃ入ってくじゃん。アーサー、それにジェームズ、うん、どうしたのですか。はい、死刑に入った2人を出迎えることになったのはシャーロットであった。彼女はちょうどケイラから帰ってきていたようで2人を見て目を丸くしていた。シャーロット、大至急エドガー警部を呼んでほしい。うん、依頼された件といえばわかる。うん、あ、はい、わかりました。やべ、大丈夫これ、でも終わりそうじゃない、なんか。え、終わりそうじゃない、なんかジェームズ連れてきたらもうだってグリーンメイスを潰すことぐらいしかなくない。アーサーはエドガーに路地での経緯を報告した。ジェームズが出所後にスカベンジャーについていたこと、つい先ほど風体の悪い男たちに絡まれていたところを助け出したこと、そしてジェームズが男たちの要求を断り犯罪に関与すると思わしき組織から抜けようとしていたこと、その結果男たちが彼を粛清しようとしたことも。ジェームズの素行を伝えるアーサーの口調には親子としての情は一切含まれておらず、あくまで仕事として報告を行っていた。そうか、報告に感謝する、アーサー。ありがとうございます。いいえ、仕事ですから。まあ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 、エドガーもアーサーに対してあくまで業務として対応しているようであった。息子の身を案じる発言がなかったのは彼の探偵としての実力を信頼しているからなのか、それともアーサーにはどちらとも取れなかった。そうですか。うん、ジェームズ、あなたの決心を無駄にはしません。共に更生を目指しましょう。ああ、シャーロットは、うん、何が。構わない、シャーロットはお前と同様信頼のおける人物だ。ああ、そう、確かにシャーロットいなくてもいいもんな。そうじゃなくて、うん、シャーロットはジェームズと知り合いだったのか。ああ、そっち。全然理解しなかった俺。はい、うん、実は私犯罪者の更生のための活動を行っているんです。してそう。更生の。はい、ジェームズが収監されていた時に更生のための教育的指導を行いました。うん、はい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 。とジェームズだったらその舐めてこないからね、指導しやすいだろうね。犯罪者、英国の法は厳しく老若男女の区別なく軽犯罪からでも逮捕され厳しい罰を受ける。監獄での過酷な労働の後に社会復帰した者たちは罪を犯す前の生活を取り戻そうとするのだが、もともとが貧困にあえぐ労働者階級や不労者ばかり。元犯罪者として見る目もあってか、まともな生活を送れるようになる者は少なく、ひどい場合は再度犯罪に手を染めてしまう。私はどんな犯罪者にも自らの罪を償い、うん、
更生してほしいと考えています、うん、まあまあ確かに彼ら彼女らの多くは、うん、罪を犯したくて犯行に及んだのではなく、うん、貧困などのどうしようもない理由から犯罪に手を染めたのですよ。ちょっとアーサー親子がまずくないですか。そうだね。普段ならアーサーはシャーロットの言い分を素直に聞き入れていたかもしれないが、今回ばかりは歯切れの悪い返事しかできなかった。君の考えについては分かったけど、うん、教育的指導ってどんなことをしたんだ。簡単です。社会制度や読み書き算術、基本的な教育と知識を身につけさせ、物事の分別がつくようにしたのです。いや、そう、なんかさ、何事もない時は分別できてもさ、いざという時分別できなくなっちゃうものなんだよ、人間っていうのは。私は彼の話を聞いた時思ったのです。うん、彼は貧困から来る善悪の区別がつかないことが原因で犯罪に走ってしまったのだと。いや、まあ人を殺すことを悪と区別つかないのはおかしいと思うけどな。ですからそれを解消すべく手を打ったのです。うん、犯罪が悪であると認識すればきっと自らの意思で踏みとどまれるはずです。うん、なるほど。刑務所で素行が良かったり犯罪組織からの足抜けを考えているのはシャーロットの指導の賜物だったのか。まあ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 。シャーロットは改めてジェームズの目を見やり力強くうなずいた。ジェームズ、あなたの決断は正しいと思います。犯罪を助長するような輩とは縁を切り、ロンドン市民として真っ当な生活を営むべきです。うんうんうん、シャーロットさん、ありがとうございます。そう、ほっこりストーリー見せんでくれません。ちょっと横で親子ピリピリしてんだから、今横でほっこりストーリーやめてくれんかな。やれやれ、うん、教育されたやつが犯罪者にならねえなら議員だの中流階級だのって連中は一人残らず成人君子になっちまうっての。確かに、犯罪者の更生にまで力を入れる真面目な警察官と更生に向かっての努力を語る元受刑者を前に、ジャックはやや辛辣な意見を述べた。それに解釈がずれてんだ。明日の食い物の調達もままならない身のやつが善がどうとか悪がどうとか考えてられるかよ。そっか、そういう問題があるのか。俺別にあれだもんな、俺もっていうか基本的にね、まあまあまあね、幸せなことにさ、多くの人は別にそこそこ困ってないじゃん。特に日本っていう環境では。確かにね、その気持ち分かんないからな、俺も。割と幸せに過ごしてきたからさ。そこの区別の感覚が分かんないか、俺そもそも。そんなことを考えてられるのは、うん、生死を身近に感じねえ、豊かなやつだけだ。そうだよね。確かにそうだわ。俺は確かに言えたけど、実際自分が貧困に困ってないからさ、貧困になってないから。どちらの言い分にも一理あるが。うん、また思い出したな、また思い出したこと言い出したな。いや、これはジャックだよ、これはジャック、この言葉よ。これ善とか悪とか考えられるのは結局生死を身近に感じない豊かなやつだけっていう。まあ確かにそうだよ。ブレブレだな。シャーロットの言うことも理解はできるけど、理想論だろ。そうですよ。ちゃんとした教育を受けたからってそれだけで人は生きていくことはできない。うん、教育だけでは犯罪を抑止することはできない。確かに、多分犯罪者の多くは義務教育を乗り越えたものだからな、結局多分。ほう、意見があったな、探偵アーサー、殺人鬼の俺とな。おう、一緒にするな。うん、同意できる部分があっただけだ。犯罪者の仲間になったわけじゃない。まあ、アーサーは認めないね、やっぱ。エドガー警部、うん、差し出がましいようですが進言します。犯罪組織に命を狙われている以上、ジェームズは警察で保護するべきです。確かに、確かにそうです。男たちが何者かはわからないけど、あのままでは危険だった。まあ危険だって、何されるか分かんなかったからな。あ、てかあれか、別に足洗うっつったらあれか、テムズ川流してやるって言ってたか。これまでは犯罪組織に関わっている可能性があるジェームズをアーサーがスコー調査をするという関係だったが、今は状況が違う。相手がグリーンメイスンかどうかは不明であるが、ジェームズは明確に命を狙われており、すでに探偵の関与する件ではなくなっていることは明白だった。当然警察がジェームズを保護することとなり、アーサーはこれにてお役御免、そうなるのが筋だろう。その件だが、シャーロット、うん、アーサーも交えて話がある。
何？僕に何です？やんねえぞ俺は仕事を。お前には追加で依頼をしたい。あ？このジェームズの保護のため彼を助手として雇ってほしい。おいおいおい、パパ、パパそれはできないよ。お前だってさ今ちょっと一瞬汗なってたけどさ、マジか、そういうことさせてくんのか。ってことはもうなんか知ってんじゃないの、エドガーは。多分ジェームズが母を殺した背景を。ああ待ってくれ警部。すげえ、みんな驚いたな今3人同時に顔驚いたな。何か問題があるか？うん、もちろん依頼料は別途用意する。金の問題じゃない。うん、どうしてそんなに平然としていられるんだ。まあでも多分このジェームズが母を殺したってことはシャーロット知らないからね。こいつは、うん、ジェームズは母さんの仇なんだぞ。うん、なんでそんな奴を守ってやらないといけないんだ。でもこれジェームズも把握してんのかな。僕は、エドガー警部、ここは私が。あ、ジェームズなんか言うぞ。でも保護を行うのであれば同棲の方が望ましい。うん、以前のアーサーの監視とはわけが違うぞ。四六時中寝食を共にする覚悟で臨む必要がある。うん、それはそうですが、ならばハリー先輩に。ハリーにはこれはお前に任せられない第二の理由でもあるが、うん、今は捜査のために動いてもらう必要がある。ハリーがグリーンメイスに捕まうんじゃないのこれ。死刑の中でこの件について動かせる人員は少ない。うん、ジェームズの命が軽いというわけではないが、守りに入るばかりでは攻め落とすことはできない。軍師みたいな軍師みたいなこと言うな。もちろん本来であれば警察の人間が携わるべきだ。うん、それは分かっている。正直に言えば苦肉の策だ。いやだから多分エドガーがなんか知ってるよ。多分ジェームズと母のあの過去を知ってるよ多分。あのお言葉ですが警部、そこまで死刑のみんなを信用できないのでしょうか。うん、無理にアーサーに任せるよりも現実的かと思います。確かに奴らの魔の手がどこまで伸びているかわからない以上、あーそっか、慎重になるべきだと言っているんだ。そうね、警視庁の方には伸びてるかもしんないもんな。エドガーはシャーロットからの苦言にも耳を貸さず、かたくなに報酬を曲げることはなかった。もちろん人員を確保できるようになるまででいい。やってくれるかアーサー。あ、洗濯っぽい。二人のやり取りを見ていたアーサーはある種開き直ったかのように冷静になることができた。ああ分かった、やればいいんだろ、やれば。あ、望む通りにやってやる、それでいいだろ。心の声かい。アーサー自身もここまで冷ややかな気持ちになったのは不思議でたまらなかった。しかしそれはジェームズに対する憎しみとエドガーへの丁寧が入り言い混じる淀んだ感情だった。分かりました、いいでしょう。うん、ただし警察側で人手を確保できるまでです。それと依頼料は割り増していただきます。まあまあちょっと切り悪いけど、とりあえず今回は時間もいい感じだからここら辺で終わろうかなと思うわ。じゃあアーサーした。